メリークリスマスというのを取り損ねて26日になってしまったんですけど、皆さんはクリスマスどのような過ごし方をしたでしょうか僕はね、家でゆっくりカレーライスを食べていました。はい。まあね、本当に未練があったということで、こんな感じで赤いバーカーを着て、 収録してるんですけど、まあ、今回はね、そういう話ではなくて、真面目な話です。今回は、トランスサロンから生まれた、回答というサービスをリリースしたいと思います。この回答というサービスがどのような経緯で、あの、作られて、発信されたかっていうところまで、皆さんにお伝えしようと思ってるんですけど、あの、この回答ってそもそも何かっていうと、皆さんのわからないことを24時間以内に解決するサービスですね。もうシンプルです。至ってシンプル。で、トランスサロンっていう、えー、僕たちが運営している動画コミュニティがありまして、 まあいろんなつながり、学べる、サポートするっていう、この三軸にして発信させていただいてるんですけど、この学びの部分ですね。で、質問チャンネルっていうのがトランスのあのサロンの中にありまして、わからない人が質問をする。で、それに対してわかる人が回答してあげるっていう、このチャンネルがすごくサロン内の人たちにとっても満足度が高くて、僕も動画始めたての時って、プレミアプロとか、ファイナルカット、ラッパ とログ撮影、コントラスト。 えー、埋め取りカラーみたいな、本当にもう専門用語だらけで何もかも分からなかったんですよね。で、僕は自分でなんか、あの、いろんな人に聞いて、あの、できたんですけど、やっぱりこの、始めたての人って、そういった人たちに聞けるような環境がないと、やっぱり目入ってしまうというか、動画を始めたいのに始められないっていう環境になってしまうんですよね。で、僕たちがこの掲げている理念が、やっぱり動画で未来を作っていくってことなので、この動画を始めたいって人たちに、 サポートできないでどうやって未来を作っていくんだっていうところを常に僕たちの中でも議論していましてその中でこのトランスサロンっていう動画コミュニティの中で一番満足度の高く活用されているこの質問チャンネルっていう部分だけを切り取ってあのサービスという形で皆さんにねあの利用していただきたいと思ってこんな感じで収録させていただいている次第ですでこの回答というサービスの利用方法なんですけど概要欄に LINE アットのリンクが貼ってあるんですねえそこ ななんんかか皆さんのわらないこと本当にこの、例えば、まあ、キーワードすらわからないものに関しては、例えばね、スクショして、貼り付けて、これ何のエフェクトですかっていう形でも全然いいし、音源に関しての質問でも全然大丈夫です。本当に皆さんの悩みを、あの、LINE にて送ってほしいです。それを僕たちが24時間以内に回答させていただきますし、より多くの人に利用していただいて、あの、感想とかをね、 いただけたら、僕たちはそれを改善して、より多くの人たちに届けることができるんですね。で、それを徐々に、その、スピード感を持って、スケールさせていって、この動画で未来を作るってことを体現しようと思っています。なので、ぜひね、この動画を見た方で、動画好きだけど、動画始められない、あと、動画をもっと、えー、コミットして仕事にしたいっていう人、本当に、いろんな動画に携わる人たちが、この回答というサービスを利用して、チャットしていただけたら、 すごく、すごく嬉しいです。なので、皆さんぜひ、あの、使用していただけたらと思います。で、この回答というサービス、まだベータ版になっていまして、えー、本日、投稿している本日、12月26日から1月の5日までを一旦使用期間とさせていただいて、そこまでもうたくさん利用してください。で、一旦そこでクローズして、そこからいろいろと改善をしてアップデートして、また皆さんにお届けする予定なので、まあ、その時までぜひ楽しみにしていただけたらと思います。で、それだけじゃなくて、こういった新サービスが生まれる 01の部分をトランスサロンというコミュニティで皆さんの発言をもとに生み出していますのでそういったトランスサロンというものにね興味がある方もチェックしていただけたら嬉しいです現在ね12月末まで初月無料期間なのでトランスサロンのね専用ページがあるのでぜひそちらもチェックしていただけたら幸いですでね僕はね動画表現ももちろん大好きなんですけど僕の心の根本にあるのはこの動画表現をする人たちをどんどん生み出していきたいっていう思いがやっぱりあってなのでこういったシネマティック表現とか Vlog 表現をしているんですねこの動画を見ることによって、インスピレーションを受けて、僕もこういうの始めてみたいとか、私もこういう旅の思い出を残したいっていう思いに多分なると思うんですね。で、僕も動画を始めたきっかけって、やっぱり友達からの誘いとか、あの、YouTube 上でかっこいい動画を見たとか、すごく、あの、浅いようで本質的なことだったんですね。なので僕はそういった動画コンテンツ、ま、LA に行くって皆さんにお伝えしたんですけど、海外の動画とかも皆さんにお伝えするし、 まあそういった動画表現をするための環境もよりしやすくなるような形を僕たちトランスインクが作っていこうと思っていますので、まあ引き続きね応援のほどよろしくお願いいたします。まあ今日もね、LA 留学に続き真面目な話になってしまったんですけど、まあこんな感じで僕は活動してますよってことで、あの活動報告の一環として聞き流していただけたら幸いです。はい、じゃあそんな感じで今日の動画も以上となります。本日はどうもありがとうございました。